18日に行われたファン感謝デー秋、ここで行われたのは全日本プロレス史上初、ファンによる抽選で全カードを決定するという新企画であった。抽選の結果、対戦カードはこの通り。普段は見られないカード編成にファンは大いに湧き上がった。そしてメインイベントのシックスメンタッグは後楽園ホールが史上最高のボルテージに包まれた一戦となった。エルボーで追い込んできました。さあロープに振った。ここは身のこなしの借りよう側であります。196センチと全日本プロレス一番身長の高いこの高山に小川が挑んでいくというこの試合です。さあ足を取った、エンズ入り3度目、高山もね追いかけていい。さあバックのアップ、バックのラップ、さあカバーだ。おーっと小川が飛ばされました。あと120秒、さあ小川チャンスだ。4文字ジャックナイフ返しました。2人これですね、ミサオが。そうですね、ここで15分過ぎました。高山小川シングル引き分けに終わりました。の淵正信、普段は悪役紹介の一員として、おっとまずはバックドロップでエルボスライダー、そしてすぐにホールに行く。おっおっと危ない、秒速か、危ない。ここですぐに腕を取っている、腕を取っている。5分ずっと淵のペース、志賀は何としてでも自分のペースに持っていきたい。しかし、しかし志賀、志賀後ろから攻め立てる。もう一度行く、もう一度行く、乗っている乗っている乗っている、ブライトツは大丈夫か。さあこれが本当のギロチンだ。トップロープ越しに首がしなる、首がしなる、全体重をかけていく。先に立ち上がったのは淵正信、ポーズを取った。全く予想がつかません。さあここで手を出している、そのままラップロープ、もう一度いく、もう一度いく、体が残っていた。残り1分、バックロープ2連発。さあ1は1がここでカバーに行く、バックロープ2連発。おーっと、もう残り時間ない、カバーに行く。ここで、ここでゴング、非常にもゴングが鳴りました。コーナーからは小橋が激を飛ばす。ショルダーと危ない、なおも攻撃を続ける大森。もう一回アルフィを逆転に捉えながらこらえる。さあ足元だ、素晴らしい。ブルーネルソンの取り合いだ、背中へのチョップ、そしていったのは竹原、それを追うか。セカンドロップからリングに戻ります。おっと、田上に行った、田上に行った、田上にドロップ。
して、そして今度はこれを深めるあーっと叩いてる叩いてる頭を使った攻撃を見せました金丸義信です。ボディースラム、これは気持ちいい。ギロチンホイップ、ロープに向かって打ちました。田上明、そして今度は中国を抜いて、おーっ、ドロップキック。さあ今度はジャンピングのエルボー、竹原をロープ、おっと金丸が振り飛ばされた。しかし金丸が返してくる。キックで迎撃した。さあセカンドロープから金丸が受けた。ボディープレス持ち上げたが金丸が返した。おっと次に見ても股を抜いて、そしてドロップキック、田上明をロープに飛ばして、あーっとバスター、タイムバスター。さあカバーに入った。カウントは2つ。モード落としも大抵、モードは落とし、さあカバーに入った。カウントが入る。カウントはカウント、カウント3つ。この最終戦の前に理想の打球が出るならば誰も受けると言ってましたね。井上は、さあ相手を威嚇する両者、これで怒ったか、怒ってるのは菊池だ、怒ってるのは菊池だ。場外では井上が突破攻撃に受けている。おっと菊池が踏ん張る。そのままフラットシューベック投げ、投げっぱなし。泣き虫だ、泣き虫だ、ありがとう。顔は真っ赤な菊池、おっとヒットバット、エルボー、エルボー。今逆に怒りを変えましたね。タイガードライバー入れ替えて、フライカーがスリーカウント。やはりやはり最後は菊池のヘッドバンド、これよりも伊沢のエルボーが勝っていたか。そしてこの日のメインイベント、秋山本田永源対長谷泉田桃田の一戦は、明るく楽しく激しいプロレスのエッセンスがぎっしり詰まった熱戦となった。そして永源です。永源遥の登場です。2100人の永源コール、何やら起きそうですね。そうですね。さあ走った、1回転。これは今何の意味があったんでしょうか。これいや分かりません。相手をこう警戒しているんでしょうか。ただ永源さんの人もすごく毎日走ってですね、長い距離を走って毎日鍛えてますからね。そうですね。53歳とは思えませんね。若いですね。すごく肉体的に。さあ捉えました。おっと張っていきました。まずは先制攻撃を永遠。さあ今はこの全日本の今日は登録方のメインではありますが、ジャパンプロレスの仲間ですよね。そうですね。長谷と永遠、あー、そして永源から秋山純です。専修大学レスリング部の先輩後輩対決。あ、やはり動き違いますね。この2人が出てくると。そうですね。足を取ります。取り合いです。グラウンドの攻防、お、目まぐるしくその攻守を入れ替える。さあ動きを止めようという頭を持ちました。1回転、まるで昨年の 5.1 東京ドーム大会のシングル対戦、あれを思い出させるような今宵の試合です。腕を取りました。このようなシーンは腕を一箇所決めるだけで動きっていうのは止まっちゃうもんなんですね。そうですね。これ今決めてましたね。そうですね。さあ上になった長谷博士、長谷には裏投げがあります。一方の秋山にはエクスプローラー。初めてじゃないですかね。そうでしょうね。2人が対戦するのは初めてだと思いますね。さあその桃田に両者のこの秋山らしさ鬼になりました。あっと桃田が吹っ飛ばされた。後楽園ホールは桃田を応援しています。これを正面から受ける。さあ桃田に火がついた。かつての世界ジュニア王者、
そしてエーゲンです。ダブルの攻撃、秋山とエーゲンがダブルの攻撃を見せました。これも見たことない。さあ足を取った。汗を挑発。つまりジャイアントスイングのお時間であります。さあ浮いた3回転。汗の目の前でファン感謝でいつもより多めに回しております。10回大台に乗りました。2桁。さあそしてトップポートの泉田が戻した。さあダメージが自分に残りましたね。そうですね。さあ恐ろしい瞬間が、あっとカメラがピール発射。見事な放物線、いつもより遠くに飛びました。もう一回、あっと超低空でスルーしていきました。さあそしてまだ捕まっているエーゲン、おっと自分で受け身を取って回りました。赤コーナーに戻って大きな声を出しました。何やら秋山に耳打ちしています。タッチしたいようですね。さあそれに応えて秋山が入りました。会場はエーゲンコールでありますが、エーゲンから秋山に明るく楽しく激しい一戦。さあ張り合いです。ランニングしていくんですか。あっとハイキック、おっと秋山のハイキック対決。いや両者正面から食らいました。いいですね。熱くなってきましたね。ハセと秋山先輩後輩、リングに入ればそういうのは関係ないですけどね。そうですね。今もハセと呼び捨てで大きな声を出しました、はい、ガンガン蹴っ飛ばしてほしいですね。そうですね。熱い試合を期待されます。さあ本田がカバーします。セカント、しかしこの試合一番大きな声が出ているのはこのエーゲン選手ですね。そうですね、まあ、絶えず声が出てますね。そうですね。いつも以上に気合が入っているという証拠でしょうか。エルボードロップからハセをカバー、ツーカウント。喉も僕に映されて刺さった。そして拳を一つ握り締めたエーゲン、そしてハセです。ちょっとエーゲン選手苦しい展開ですね。そうですね。バックスイングからの逆水平、赤コーナーを警戒しながら、いいチョップが入りましたね。今あっと立ち上がろうとするエーゲンですが、ここはエーゲンさん頑張ってほしいですね。そうですね。会場はこのエルボー、機敏な動きを見せる両者。おっとフェイスクッション、今のは見えない四角から飛んできました。さあ裏投げ、まず裏投げ、そしてエクスポイラー、ロープに飛んでエルボー、今のも見事でしたね。素晴らしい攻防ですね。裏投げとエクスプロイダー、そしてトップからおっとジャンピングに、今いい角度で当たりましたね。そうですね、高さもありましたね、さあ今度は逆のコーナーです。ニュートラコーナー、おっと割っていきます。ここは先輩の意地、なだれ式で持ってくるんでしょうか。ブレンバッサー、秋山も打つ構えを見せている。あー、いった、なだれ式ブレンバッサー、手を伸ばす桃田。さあ桃田にチャンス到来、桃田対秋山、蹴り上げた桃田、リングの外、さあ飛ぶか。日本で初めてトップを担当したこの桃田ですよ。いくぞ、素晴らしいですね。桃田が見せました。50歳さあカバーした秋山をカバー、ジュニア戦以来ですね。そうですね、桃田復活。しかしエルボー、さあボディースラム、こんなにタッチです。桃田さんもいつも地方で、頑張って練習してますからね。練習好きですからね、若い者に負けないっていつも練習してますからね。
これだけの体調、それから体の筋肉維持するのは非常に難しいでしょうけどね。そうですね、やっぱりああいう人たちのやっぱ日頃のそういう気持ちが出たんじゃないですかね。さあ今度はエイデンをコーナーから落とした、蹴り上げます、そしてバックもあった、バックドロップ、すかさずカバー、あっと本田の後頭部に当たりました。20分が経過しました。さあ張り手、桃本さんいいですね、いいですね、正面から行きました、張り手、しかし逆に返された、ジャンピングに顔面ミット、あっ、行き込んだ、捕らえた、丸め込んだ、カバー、カウント3、最後は一瞬の隙を突きました、最後重かったですね。そうですね、エッジスライダー放って捕らえられたところを丸め込みました、はい、これはうまさが光りました。秋山純タイトルマッチ、博多スターレーンが燃えています。おー、スコーピオが飛ぶ、ロープのハンド、ドロップキック、小川がリング下転落、スコーピオがさあどうする、トップロープを使ってキック、さらにおっと懸垂の要領で1回転ロープを絶望返り、そしてブランチャー場外へ飛んでスコーピオ空中殺法、いや立体殺法のゴングとでも言えるんでしょうか、平成の立体殺法使いスコーピオ、現在33歳、スコーピオ、アメリカでも有名なレスラー養成工場モンスターファクトリーの出身、日本には91年新日本プロレスの練習生として来日、ジュニアの世界でもこの名を轟かせていました。そのスコーピオ、おトップロープ、おー右に入れて浴びせ倒していった、かぶさっていった、カウントは2、さらに足を取って、おっこのまま巻き込んだ、そしてドロップキック、再び転落しました。さあ小川バックドロップかわした、スコーピオかわした、左手を蹴った、ひねりを加えて15分を経過しました、15分経過、スコーピオが一瞬の切り返し、しかし先ほどムーンサルトで痛めたこの左の膝、回復はしていません。またもや小川が先に立ち上がる、おっと小川の頭をトップコーナーに叩きつけた、突っ込んだ、自爆、鉄柱に肩が当たった、小川よしなりピンチ、さあスコーピオがこの隙を見逃しません、ヒロシン式、左のこの肘のあたり、サポーターもこのサポーターの上から痛めつけていく、さらにスコーピオ抑え込むの格好、両肩ついた、カウント2です、ギリギリ、ジュニアの世界では一目置かれているこのスコーピオ、全日本のタイトルに初挑戦です。抑えた、綺麗なブリッジ、これも2で返しています。小川のピンチが続きます。あっ、なんだこれは、指導のポーズか、いやこれは空中殺法だ、スコーピオが見せます、得意の立体殺法、平成の立体殺法使い、スコーピオ、小川をボディスラムでリングに置いて、さあそして今度はこちら向きだ、こちら向きだ、さあ何を見せるか、こんな入れた、あーしかし先ほどのムーンサルトのこの左の膝、カバーに行くことができません。なんとかこらえて小川の体に乗っかっていこうというスコーピオ、あーっと、もう一度、もう一度、さあ今度は何を見せるのか、スーパースコーピオスプラッシュか、一度4分の1回転、あの大技をあるいは見せるのか、スコーピオ450スプラッシュ、スコーピオ450スプラッシュ、しかしカバーに行けない、スコーピオここでカバーに行けば第20代世界ジュニアヘビーのチャンピオンという可能性も十分にある、しかしカバーに行けません。小川のダメージも相当なものがあります。ストマックを抑えているスコーピオ、今がチャンス、しかし小川このピンチをしのいだ、さあ小川のいつものこの連携、
円髄あの言うことは引かなくても本能がこのスコーピオを追い詰めていきます。小川砂漠を取ったバックドロップ川に入る勝利を確信したかのように思わず左腕を上げてのカバーさあ今度は決めるアピールを欠かしません。上はバックドロップホールドさあどうだ決めるか流れは完全に小川450度回転450スプラッシュを見せたこのスコーピオンに対して一瞬にして流れを取り返した小川吉田にチャンピオンの意地コーナーに振るセカンドロープから飛びついて回転エビが飛ぶおっとそれを返して4の字ジャックナイフ決まった決まった決まった小川防衛小川防衛小川防衛です。小川のクレバーな一面タイトルマッチの大舞台でまたも発揮プロレス界の4冠王を守りました。